はい、今日は10月22日、まあ、午前8時45分ですね。はい、久しぶりの炭焼きをしました。ですね。はい、これは大工の人のいろんないらない材料なんかを、こういうやつですね、こういうやつ。これには釘は売ってないですけど、この辺はほら釘がいっぱい出てるでしょ、釘。ね、はい、木炭は結構あるんですけど、今日が風がないっていうことでちょっと木炭焼きを優先しました。結構今の時期は風が強いんですよね。で、今日は朝方は1メーターから2メーターしかないということで、昼からは、今日は1日だいたいそれからその程度だったかな。普通は4メーター、3メーター、4メーター、そういう時は5メーター程度あるんですよね、今の時期。はい。まあそういうことで、もうここで結構水かけたんで、このままちょっと様子見ですね。まあまた燃え上がってくるということはないでしょうけど、このまましといて、ある程度冷えたところで、ちょっと広げて、で釘をちょっとどっちにしろ処理しなきゃいけないんで、まあ磁石なんかを持ってきて集めてしまうと。はい、そういうことでやろうと思ってます。ここはですね、はい、高木直巻栽培のところですね。はい。まだ向こうが草刈りが終わってません。はい。少しっていうか、草の中から生えてたのがあったんですけども、どこに生えてるかも分からなくなったんで、もうそのまま切ってます。もうちょっとしょうがないですね。はい、まあ今年は前にも言ったように、観光農法のもみまきよりもまた30日から50日遅れたということもあって、まあこういう状況になりましたけど、来年は観光農法から1ヶ月からもうちょい早くていいかな、2月中ぐらいにもう巻いていいんじゃないかなと思ってますけどね。1ヶ月半ぐらい前から。1ヶ月半前というと2月中旬ぐらいになりますね。まあ、その辺のタイミングを考えながら来年は巻こうと思ってますけど、はい。もう、一回草刈ってそのまましてたらまた草がもう結構生えてきてるでしょう。はい。まあ、巻く時期にどの程度また草が生えてるのか、その草にどういうふうに対処するのか、クローバーを巻くにしてもいつ頃巻くのかと、そういうことも考えながらちょっと来年はやる必要がありますね。はい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 。それも冷えかな。冷えがいっぱい生えてるみたいですね。シュタイナー農法の雑草を抑えるやり方をちょっと冷えでやってみようって思って、結構冷えの方を取ってきてたんですけど、ちょっと保存方法が悪くてカビが生えてたりしてたんで、もう一回ちょっと冷えの方、種を集める必要がありそうですね。で、どういう風にやってたかも忘れたんで、ちょっともう一回見て来年はそのシュタイナー農法の雑草対策をちょっとテストでやってみようかなと思ってますけど、はい、はい、そういうことで炭焼き、木炭焼きの状況と、福岡市直巻栽培の、草だらけの田んぼの状況でした。終わります。